君の生まれの不幸を呪うがいい。アムロ、行きます。144分の1スケール MS-06M 水中王座区は1983年6月にメーカー希望小売価格500円で発売されました。ジオン軍 J 型座区を水中専用に発展させた実験機をキットか腕は前後のスイングが可能、股関節部は左右に回転可能、手首パーツは左右握り手左手の他にサブロック弾保持用の握り手付き、胸部、ロケットポット、右肩部、水中レーダーユニット、肘部シーリングの取り付けは、選択式、ロケットポット、2個付き、専門デカールは、ノーマル仕様と、レッドドルフィン対仕様の2種が含まれ、選択式。M 水中王座区解説。ジオンは地球侵攻作戦において水中行動も可能なモビルスーツの開発の必然性を覚えた。当初のプランは MS-06 の水中戦可能化であったが、スペックは思うように満たされず、このプランは座区を基本に水流エンジンの実用試験と水中戦能兵装のデータ収集という形で続行された。並行して新設計のモビルスーツの開発が進められた。この形式名称は MS-06M とされて、5機のプロトタイプに水流エンジンが装着された。これらは北大西洋で潜水艦隊シーサーペントに実験部隊として配備された。
ークのプロポーションを忠実に再現しました。首、肩、肘、膝、足首、トル、各部の関節などを両腕、両足は他のザクバリエーションと互換性があります。ロケットポット、水中線路をサブロック弾付き、スライドマーク仕様、解説書付き。
何やってる？やれやれ。アムロの言う通りだ。
動くぞ。グッドボタン、そして他の動画もぜひ見てくださいね。